部で21台のマシンが入った第4号店この部屋ね、4部屋目ね。マシンがやっぱりオールブラックだね。そう、マシンはこれジムガレージのマシンで、まあこの色なんですけど、壁はねまだいじってないけど、はい、ここはコンセプトとしては、まあやっぱ開放感のある、一番窓も広いし大きいし、はい、まあ上だから太陽光も入ってくると、はい、で明るい感じだから、はい、まあ壁を変えようとしてもやっぱ白を基調とした雰囲気の感じにしようかなと、はい、ちょっとまあ家の家って感じがちょっと嫌なんで、ちょっと家の壁ですよね、はい、ちょっともしかしたら木目調の、あの白の木目調にするとか、まあ、レンガの感じにするとか、はい、とにかくでもここは開放感のある空間にしようと、まあ、背中なんですけど、あとケーブルとか、ケーブルってすごいいいじゃないですか。最高です、ね、でもハックみたいに地獄ではないでしょ。そうだね、楽しい感があるんだよね。そうそうそう。分かる。これとかも、いや、いいっすよ、これとかいいっすよ、これとかね、はい、これとかは、はい、地獄じゃない、地獄じゃない、楽しい筋トレです。そうそう、はい、いや、やった方がいいし、もちろんやるんだけど、はい、ハックスカットみたいな、はい、地獄みたいな、はい、恐怖はない。やっぱりケーブルとかがあるところは、はい、この壁紙は、はい、あのこれはあの爽やかな。じゃあ、なんて言うんだろう、その情緒に次回から、うん、こう暗い、辛い、情緒にこう軽い、楽しい、こう上がっていくって感じですよね。そう、地下が一番ですよ。地下が一番やる。なんていう意見だよ、そこは。まあ、もちろん、TYO とかもきついし、うん、背中のマシンとか背中で引っ張るとかもきついんだけど、でやっぱりハックじゃないんですよね。この部屋で入ってるのは、6台。もう1台入る、うん、ですね。これ7でしょ、そっちで3でしょ、こっちでリビングが、あと3台だ、リビングが3台、ここ7、3、5で、下がハック、エクステンション、パワーラック、ダンベル、20台、今のところでも20台です。20台だね、マシン、マシン、ホームジムですよ。シッシーのマシンは21ぐらいチームで21台のマシンが入った、これは間違いなく都内で最大。そうです、まあ、あとスミスもあるから、そうなんだけど、ちょっとそこ分けると22とかになるかな。お、今予定したのはベルトスクワット、あさみさん、あさみさんの、うん、ちょっとそれはまた、まあ、ここか下か分かんないけど、場所から分かんないけどね、やっぱね、好きなことってやっぱとことん突き詰めちゃうというか、はい、まあ、家を全部ジムにしたからそれでね、筋肉がでくなんだったらみんなやると思うけど、やっぱその、そうじゃないけど、こういう空間をみんなと一緒にさ、やるってのはやっぱ楽しいんですよ。もともとここに住んでいて、うん、引っ越して、この家を全部、うん、ジムにして、うん、これって、家賃2つでしょ、うん、電気代、水代、全部倍みたいなやつか、うん、いや、それはもう本当にこれやりたかった。今日のトレーニングと、他のジムに行くとマシン占領しちゃうし、ハック1人5セットやって2人で10セットやって、ね、まあ、結構な言われちゃう、そうそうそう、とかだし、まあ俺も簡単にジムやってるけど、さすがにそれだとちょっと他の人に迷惑かけちゃう。でも俺はやっぱ一緒にトレーニングいろんな人とやりたいしとかなってくると、まあもうこれがベスト。このホームジム、うん、やっぱり作ってよかった。まだ途中だし、まあ、でもやっぱそのストレスはないもんね、やっぱ最高ですよね。自分のジムだし、もう誰が飲んだらいいし、まあ、好きに筋トレできるし、やっぱその待ち時間もないし、はい、休みできる。そうだから24時間のメガホームジム、俺しか使わない。今作ってよかったです。まあ、これでまだ完成じゃないかもし、完成してるイメージは、うん、まあ、ライターも想像できるんですけど、うん、それで満足しなさそう。いや、だからもしかしたら今後はいね、じゃあもう引っ越すとかなるかもちょっと物足りねえなっていうのは
もしかしたら、もしかしたら、都内だからこんな狭いんですよ、はい、このお家はでかいけど、もうちょい田舎行けばもっとでかい家なんかあるし、だから もしかしたら家建てちゃうかもしれない。それでもう本当にね、自分のお家、自分とお家、自分とお家、そうそうそう、だからね、もしかしたらそうなるかもしれないし、まあそんなわかんないですけど、ね、作って終わったらもう病気なんですね。病気病気病気家どこ行っても家を地にしたくなっちゃうっていう、ね、病気自分の中のもうこの筋肉になっていて、こんなあったらもう幸せだろ、もう俺だろっていうのあります、イメージ的に。いやもうそれないな、終わりはないな、終わりがない、終わりはない、終わりはないな。でなんかね、今が青春って感じ。ああそうそう、本当にだから今がめちゃくちゃ楽しい。ああ俺は若い頃、その青春というか運動に明け暮れて若い時代を過ごしてないから。ああそうなんだよ、だから今が本当に青春時代に戻ってるというか。そうだから筋トレとか筋肉とか年齢はあんま関係ないというか、若いやつとも仲いいし、それこそね、俺らの年上の、ね、先輩の人も仲良くさせてもらったりとかしてるんで、まあ、筋トレとかそれはすごいそうですもん。そうそうそう、素晴らしい。ボディーとか通じて仲良くなってってるんで、まあいろんな人とつながっていくし、まあ本当に今俺は青春中ですわ。いやもう今回サヤワングレートの、過ごしすぎるメガホームジム、ツアーが、この4代目の出会いで終わりとなります。はい、今回本当に、まあトレーニングしていただいているのにもすごい感謝してるんですけど、この細かいね、自分が立てた筋トレの思い出ね、あの出来上がったジムの思い出をこう動画でみんなとシェアしていただいて本当にありがとうございます。本当にね、はい、まあ本当にあれだからやってやったぞ。いやもうリスペクトしかない、マジでやってやったもん、本当にリスペクトしかない。スキーでやってるからってここまで出来上がっちゃうってなかなかないんですよ。まあ確かになかなか、やっぱり好きなことってね、多くがみんな楽しくやってると思うんだけど、辛い思いもあるよ。もちろんもちろんもちろん、好きなことでこう、生活しながら、あそうね、絶対辛い思いもあるの分かってるから、そうそう、すげえリスペクトだなと思う。好きなことで仕事って実は辛いですから、そのぐらい、その一歩のことを深くタイトルに抱きしめて信じて、ね、どんな時も信じて信じてここまで来てるわけだから、そうめっちゃいいです。そうもうそうやるって決めた方だな。いや、これからもぜひ頑張って。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おっす。